ファン必見 n ーアンダーラインアイコンサートと緑ジンソーダの意外なつながり禁酒の決意も崩れる話題の緑ジンソーダゆずしぼりがもたらす魔法まずグループ n ーアンダーラインアイはその圧倒的なパフォーマンス力とカリスマ性で短期間で多くのファンを獲得しました彼らの3日間にわたる単独コンサートは多くの期待と興奮を呼び起こしました コンサートのチケットは瞬く間に売り切れ、ファンはその特別な瞬間を共有するために全国から集まりました。コンサートが始まると、彼らのエネルギッシュなパフォーマンスとともに、観客は一体感を感じ、音楽の力に魅了されました。一方、サントリーは新たな試みとして、緑人相大柚子絞りを市場に投入しました。特に注目を集めたのは、平野翔が広告に出演したことでした。 彼の持つカリスマ性と魅力が、この新しいドリンクのプロモーションに大きく寄与しました。YouTube に公開された6秒広告では、平野が緑人相大渦搾りの缶を手に持ち、その爽やかな姿が SNS で話題となりました。この広告をきっかけに、平野翔のファンたちはこぞって、緑人相大渦搾りを購入し、彼を応援しました。SNS 上では、 ファンがドリンクを手にする姿や、その感想が次々と投稿されました。柚子の香りがふわっとして美味しい飲みやすくて、本当に好きといった声が広がり、多くの人々がこの新しいドリンクに興味を持ち始めました。あるファンは、自宅でボトルに柚子茶を加えて飲むのが好きだと言い、この新しいドリンクはまるで昔から知っている友達のような感じがすると語りました。さらに、 職場のスーパーパでも見かけたたといった報告があり商品の人気が広がっていることがうかがえます一方でサントリーの商品は目立たない場所に置かれていることが多いとの声もありましたがそれでもファンの熱意は変わりませんでした緑人相大ーダ搾りはその鮮やかな黄色と緑のパッケージで注目を集めましたアルコールに弱い人でも楽しめるという声があり 息子に飲ませたらとても気に入ったとのコメントも見られましたこうした個々の体験談が商品の魅力を一層引き立てています特に興味深いのはドリンクの楽しみ方に関する創造的なアプローチですあるファンはビアボールに炭酸水と天然水レモンスカッシュを加えたカクテルを紹介しこれがとてもおいしいと語りましたこのようなオリジナルの飲み方が SNS を通じて広がり 緑ジンソーダゆず絞りの人気をさらに押し上げましたさらに限定の味が今後も登場してほしいという期待も寄せられており商品に対する愛着が感じられますある日常的なエピソードとして禁酒しようと思っていた矢先にこのドリンクに出会い禁酒は明日からにしたというユーモラスなコメントもありましたまたあるファンは頭痛があったけど薬を飲んで復活し ドリンクをこれにより緑ジンソーダェアしよりが単なるドリンク以上の存在として人々の日常生活に彩りを加えていることがわかります No. アンダーラインアイのコンサートが終了した後、ファンたちはグッズを購入するために集まりましたタオルやペンライトが完売する中あるファンはボントシャツを手に入れたと嬉しそうに語りました コンサート後の観客の喜びと満足感が伝わり、ナンバーアンダーラインアイの人気と影響力の大きさがうかがえます。老若男女問わず、多くの人々がこのコンサートに参加し、まるでデートのようにおしゃれをして集まりました。このようなイベントが、ファン同士の絆を深め、新たな思い出を作る場となっています。ナンバーアンダーラインアイの音楽が多くの人々に愛され、 彼らの存在が日常の一部となっていることを実感しました。このように、ナンバーアンダーラインアイの初の単独コンサートと、緑人相談ゆずしりのプロモーションが織りなす物語は、多くの人々に感動と喜びをもたらしました。音楽とドリンクという異なる分野が交差し、互いに影響を与え合いながら、ファンと消費者の心をつかんだのです。これからも、サントリーは新しい味を提供し続け、 ファンはその都度新しい楽しみ方を見つけるでしょう。そして、ナンバーアンダーラインアイの音楽がさらに多くの人々に届き、彼らの存在がますます輝きを増すことを期待しています。緑人相大柚子絞りとナンバーアンダーラインアイの物語には、私たちの日常の中でどのように新しい喜びやつながりが生まれるのかを教えてくれる要素が詰まっています。私たちがどんなに忙しく、ストレスを抱えているとしても、 小さな楽しみや新しい経験が生活に彩りを加え心を豊かにしてくれるのです例えばある主婦は緑人ン大柚子絞りを手に取ることで家事の合間に少しだけ自分の時間を楽しむことができるといいますその爽やかな柚子の香りと軽やかな味わいが彼女の日常に小さな贅沢をもたらしてくれるのですまたオフィスで働くビジネスマンは 仕事の後のリラックスタイムにこのドリンクを選び、一日の疲れを癒す一杯として愛用しています。さらに、学生たちにとってもこのドリンクは友人との楽しい時間を過ごすためのアイテムとして人気です。試験勉強の合間や、クラブ活動の後に仲間と一緒に、緑人相だゆず柚子搾りを楽しむことで、友情が深まり、思い出が増えていきます。これらのエピソードからもわかるように、 緑人壮大柚子ぼりは様々なシーンで人々の生活に溶け込み、特別な瞬間を演出しています。また、ナンバーアンダーラインアイの音楽も同様に、多くの人々の心に響いています。彼らの歌詞には、夢や希望、愛といった普遍的なテーマが込められており、リスナーに共感と感動を与えます。特にライブコンサートでは、そのエネルギッシュなパフォーマンスとともに、 ファンとの一体感を感じることができます。コンサート後のファンの表情からは、彼らがどれだけこの瞬間を楽しみにしていたか、そしてどれだけ満足したかが伝わってきます。実際、あるファンは初めてコンサートに参加した時の感動をこう語ります。ステージ上の彼らはまるで別世界のように輝いていて、そのパフォーマンスに圧倒されました。周りの観客と一緒に歌い踊ることで、 まるで一つの大きな家族のような温かさを感じました。このように、ナンバーアンダーラインアイのコンサートは単なる音楽イベントを超え、ファン同士の絆を深める場となっています。そして、これらの体験を通じて、人々は新たなつながりを築き、自分自身を再発見することができるのです。例えば、コンサートで出会った新しい友人と一緒に、緑人相ソゆずしぼりを楽しむことで、 共通の話題が増え、友情が深まります。また、SNS を通じて自分の感想を共有することで、さらに多くの人々とつながり、情報を交換することができます。このように、緑人相大ゆずしぼりとナンバーアンダーラインアイの物語は、私たちに日常の中での小さな楽しみや新しいつながりの大切さを教えてくれます。それぞれのエピソードが織りなすこの物語は、 あなた自身の日常にも新たな発見と喜びをもたらしてくれることでしょう。さらに、この物語は終わることなく続いていきます。サントリーは新しいフレーバーや限定商品を次々とリリースし、ファンを飽きさせない工夫を続けています。また、ナンンバーーアダラインアイも新しい楽曲やアルバムを発表し、その度にファンは新たな感動を味わうことができます。あなたもぜひ、 次回のコンサートや新しい緑・人ンソーダ・ユりのフレーバーを楽しみにしてみてください。そして、その楽しみを周りの人々と共有し、新たなつながりを築いてください。音楽とドリンクがもたらす小さな喜びがあなたの日常をより豊かで楽しいものにしてくれることでしょう。